なんであんなことをしたんだ。加賀ですか。ちょっとしたトラブルですよ。私と奴は裏で褒められない仕事をしてましてね。ただ、奴は調子に乗りすぎた。報酬を増やすなどと言い出したので、つい頭に来てしまいましてね。そしてその時、神崎史郎が現れたんですよ。確かにライダーとなって頂点を極めるのは興味深い。じゃあ人を襲ってたのは。行方不明事件がたくさんあれば、加賀のことも紛れるかと思いましてね。それにモンスターを強くしなければ。生き残るためには、あなたたちのようなライダーを倒さなければならない。そのためには強くなる必要がある。当然でしょ。それだけのために。今回のことを知る人間も、すべて始末してしまえばいいだけのことです。あなたも、あの女記者も。俺はモンスターから人を守るためにライダーになったんだ。そのためだけに戦うつもりだったし、これからも。素晴らしい。けど、あんただけは許せないと思う。戦わなきゃいけないと思う。お前には無理だ。レ、でも俺は、そいつが許せないから戦うんじゃない。仮面ライダーだから戦う。理由はそれだけでいい。あなたは話が早い。いいでしょ。一対一で。変身！変身！